こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は僕の大好きなサカナクションの新宝島ですね。これPV がすごい可愛いじゃないですか。すごくこうレトロな感じのダンスをしてる、後ろでずっとこうチアリーダーがこう全く関係なく踊ってるみたいなのね。すごい踊りが可愛くて、なんかずっと見てしまいましたが、この曲ドラムの音選びがすごく面白いなと思って、撮ってみました。最初の頭はですね、このイントロの部分ですね。ここはそんなに全部ユニゾンですね。これはエンディングも出てくるの全く一緒です。で、そこから加速するためにマーチみたいな。形ですね。で、リズムパターンが、ここの音選びがですね、普通ギターとベースがジャッツチャジャッツチャジャッツチャチャチャってやったらユニゾンにバスドラが行くんですけど、あえて無視して突進感を優先するわけですよ。で、ずっとこのままフィルインがあんまりないでしょ。これ要はベースの音もムーグの音に近い感じの、グッグッって音で、要は昔のダンスナンバー、こうテクノみたいなのを思わせてるんですね。そうすると僕のミディ講座でもやってますけど、こう音重ねていくだけなんで、フィルインってあんま入らないんですよ。で、リズム切るためにクラッシュは叩くんですけど、こう二重線こういったとこクラッシュはしたりするんですけど、フィルインを特に入れないんですね。その方が無機質な感じが出やすいということですね。で、A2 のところでキメが。で、つっかかかかかかのとこは、まあ、細かく、アップして、でサビに行くと。サビはハイハットのオープンクローズ、結構早いの。これぐらい早いと僕手の動きがね、僕は結構裏打ちに近い、逆のアップダウンを使うかな。SKE の卒業コンサートとか僕やったことがあるので、そういう時ってもうほとんどバスはシブなんで、こういう時はハイハットがしっかり裏が聞こえた方がいいので、アクセントつけたいのでこれで叩きますね。で、というふうにフィルインが入って、またこのインタリュード。で、特筆するのはここなんですけど、ここのこういうこのここで要はギターとユニゾンに走るんですよ。そうすると今まで突進感があったのに、ここで急にバスドラをユニゾンにするから減速した感じがするので、その後のにつながりやすくなる。トン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 みたいなフィルインに行かないから、リズムパターンでこうテクノだから変形させたい。だからギターについてった方をここであえて使うことによって、今まで使わなかったからゆっくりに聞こえて、でここで、まあバスドラだけになると。で A2 に戻って、あとは全く同じことをやるんですが、でインタリュードに行ったらまあ止まると。でここはちょっとランダムな感じのスネアに行きたいので、3拍フレーズ。ギターがギャッ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 って弾くので、でギターソロのとこはベースと一緒にというふうにいくと、まあ、あとは決めは一緒で、まあサビに行って、あとサビはずっと、ハイハットのオープンクローズ使って、で頭打ち、僕もよくやるんですが、最後盛り上げていくと頭打ちに切り替えていく。頭打ちに行くと定番の足の使い方は、だけどまあ推進力をそのまま優先したのか。で2回目の間に次のフレーズに行く時に、まあ定番の3つ割りですね。でまあバスドラ増やして、だんだんこう積み上げていくという形ですね。でイントロのパターンを、まあ今回2回リピ
非常にシンプルに作られてはいるんですが、まあこの足の切り替えなんかは、あ、ここ結構センスのいい選び方なんだなと、上から目線ですが思わせていただきました。以上、新宝島ですね。この曲なんかバンドとかでもすごくできそうだし、もし何かバンドでやることがあればぜひ、この譜面の方もですね、ダウンロードできるようにしておきましたので、私の手書きですが、というわけで、今日役に立ったなと思う方はいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンの方登録していただけると、最初のメールとかバックナンバーもありますので、こういった譜面がダウンロードできるようになっておりますので、そういうメールが届くと思います。以上、今日もご視聴ありがとうございました。